テレビドラマ、フルハウスで、次女のステファニーを演じていたジョリー・スウィーティンが、念願だったスピンオフの実現に、感謝しているとエンターテインメント、ウィークリーに、語った。あれから20年、同ドラマは20年ぶりに、フラー、ハウス、として、ネットフリックスで復活することが、発表されたが、ジョリーによると、オリジナル版の脚本、制作総指揮を、務めたジェフ、フランクリンと、初めてスピンオフの話を、したのは、2007年頃まで遡るとのこと。何度も話は出たものの、制作には至らなかったため、実現すれば、その時はその時、と考えるようになっていたという。家族のように愛する人たちと、一緒にテレビドラマを作れること、自分が意図してやまないキャラクターをもう一度演じられることに、とても感謝しているわ、と、ジョリーはコメントしている。ジョリーは5歳になる前に、フルハウスに出演し始めたが、今では自身の娘、次女のビアトリックスが同じ年齢だという。B は8月に5歳になるんだけど、あの子を見て、私はこの年齢で仕事をしていたんだって思うと信じられないわ。驚きよね。彼女は私の双子みたいなの。あの年齢の自分を思い出すわ。とても面白い子よ、とジョリは言っている。ジョリーにはビアトリックスとは、父親が違う7歳の娘、ゾイー。もういる。